井村徳次11月18日から1958年10月27日は、石川県出身の実業家、政治家。創業者の井村徳三郎の後、宮一大丸の社長に就任し、合併に伴い大和の初代社長に就任。衆議院議員、参議院議員、父は井村徳三郎、息子は井村久次、宮太郎。 1953年4月24日の第3回参議院議員通常選挙では、林家亀次郎が国務大臣として行った地元石川県の内田支社場の用地接種を批判して、組合を味方につけ、現職の国務大臣を破る大番狂わせを演じた。当時林家が旧丸市本店の場所で後に丸市となる百貨店を武蔵として経営し、 イムラがヤマトを経営していたため、この時の争いは、武蔵とヤマトの内灘沖海戦と呼ばれたが、対立候補の林家は1943年12月21日に、林家が経営していた丸越との合併で、ヤマトとなった際に、林家が初代会長で、イムラが初代社長を務めた関係でもあった。また、 北陸鉄道の代表取締役社長を1949年から1954年まで歴任した。ありがとうございます。